ブラボンバンブバンブビリブバ。1965年4月10日、この日、日本の子供たちは驚きと感動に胸を震わせた。国際救助隊サンダーバードの登場である。イギリスの天才特撮監督ジェリー・アンダーソンがその英知をかけた SF ドリームメカニクス。彼が手掛けた特撮人形劇シリーズの集大成ともいえよう。南太平洋のどこかに秘密基地を持ち、西暦2063年にその活動を開始した国際救助隊。勇敢な宇宙飛行士だったジェフ・トレイシーと5人の息子たちが5機のスーパー秘密メカを操り、世界の危機を救っていくサンダーバード。世界征服の野望を持つザ・フットとの戦いは、ともすれば高度経済成長に浮かれがちな日本の子供たちに何が大切かを教えてくれた。日曜夜のブレインパーティーカルト Q、 今夜のテーマは我々に夢と希望を与え続けたドリームメカの生みの親、ジェリー・アンダーソンの世界に迫るサンダーバードファミリー。サンダーバード1号は地球上のいかなる地点にも何分以内で。杉本さん60分。すごい。しかも何で1分。続いての問題です。はい、カルト9。国際スパイザ・フットの秘密基地がある場所はどこ。杉本さん、マレーシア。マレーシア。ニュータイム。次の問題です。カルト9。レディー・ペネロープのフルネームは何。小林さん、ペネロープ・クレイトン・ワード。当たり。声優タイプ現れ。はい、続いての問題です。カルト9。トレイシーご兄弟の中で一番母親にだと言われているのは。小林さん、バージル・トレイシー。はい、母親にってことですか。私、サンダーバード一家のお母さんって見たことない気がするんですけど。私も知りません。続いての問題です。カルト9。ジェリー・アンダーソン作品で初のスーパーマリオネーション。山口さん、ウエスタンマリオネット魔法の拳銃。え、杉本さん、スーパーカー。でもあれが本当はスーパーマリオネーション1号のはずですよ。問題はなんですね、初のスーパーマリオネーションと言われる SF シリーズは何ということだったので、こういうお答えなんですね。杉本さんが山口フィレフス。もう落ち着いてくださいね。さあ、うん、というわけで、はい、なんというもので始まったか。サンダーバードファミリー、なんか聖域についに入っていってしまったということですね。今日はっきり言って、ね、すごく面白くなるっていう気がするんですけど、すごく心配です。なんとなく知ってるんですよでしょ、うん、でもなんとなく知ってるつもりなのに、全然わからない世界にどんどん回答者が入っていってしまった場合、心配はあるんですが、その心配を振り切りながら行くところがカルト級らしいではないのということですね。そして見事カルトキングに輝いた方には、こちらのマーク・ウィーガンさんのデザインによりますカルトロフィーをプレゼントいたします。そして250点を超えますとカルトゴッドということで、カルトな旅の方もプレゼントいたします。頑張ってください。はい、それでは予選問題の方ちょっとご覧ください。サンダーバードファミリーの予選はカルト史上類を見ない幅の広い挑戦者たちが集まった。サンダーバード1号の最高スピードは、正解はマッハ 21.9。 テレビ放送では一度も触れられたことがないにもかかわらず、さすがにフリーク、正解率 43%。 1980年に発足したイギリスのジェリー・アンダーソンファンクラブの名前は何。正解はファンダーソン。さすがにフリークにとっては常識問題だったか、正解率は 72%。 国際救助隊の隊長ジェフ・トレイシーの出身は何州。正解はカンザス州。これもかなり出来が良く、正解率は 67%。 しかし平均点は27点と悪戦苦闘。そして今夜上位5人がサンダーバードファミリーカルトキン。ただいまから皆さんにジェリー・アンダーソン作品のオリジナル版の曲を聴いていただきます。その音楽が一体何というシリーズのものか、シリーズタイトルをお答えください。それでは早速イントロカルト行ってみたいと思います。カルト9。小林さん、スティングレー。またいい。早い。本当だ。おー、秋崎さん、